次の演奏曲は童謡ファンタジーです。この曲の始めに赤い靴、そして花嫁人形、内緒話とマイナーの曲が3曲続き、最後に明るく軽快な曲マリと殿様の計4曲の童謡が織り込まれております。幼い頃を思い浮かべながらどうぞお聴きください。